釣り動画だよな、ポチポチッと押しちゃうっていう。<laughs> あ<ー> <laughs> あーこれはいいね。<ー>うんだよなと言いつつもね。うんまあ大体なんかねそのはい、はい、うんなんか女性のさちょっとさ、うん、エッチな感じのある時とかセクシーなとかね。うんそれはねやっぱポチってしちゃうもんね。しちゃうんだよだから。うん。 か体先に出てんだよね。うん、そうだね。言い訳しながらっていうね。俺は分かってるからねっていう。<laughs> <laughs> そうね。いやこれはいいね。うん。いいあいいですねでも。もう一個いい。いいです。かお願いします。これだ。あのこれタイトルがこれにはタイトル載せて欲しかったんだけど。うん,うんうん。でもタイトル載ってるやつ。う<の> <laughs> これって全部クリームでいいんだよね。<laughs> <laughs> これな何なのかちょっとあのーうん、あれかな全部クリームってどういうこと、うん、なんか買ってくんじゃないの味味じゃないのああなるほどねなんかいやこの七人分になんかちょっと甘いもん買ってくけど、うん、であチョコを混ぜでもそうするとなんかあれになるかと、うん、で,でそこはクリームがおしでその店はでもチョコもカフェオレもいっぱいあってあるから 全部クリームでいいんだよね。あいいあ、いいです、ね。素晴らしいあ。ありがとうございます。大体こ,これね、はい、これからも、ちょっと。ゆっくり疑問ねよ、はい。よろしくお願いします。はい。それ、行きましょう。はい。えー、しずるかずまと、フルーツパンチの中の。アーバンブルーラジオ。<ー>このそうはざ、森東を、キーステーションに、お送りしています。 お願いしまーす、はい。お願いします。フルーツポンチ村上です。はい、しずるの和馬です。いやー、お帰りなさい。<laughs> はい、すみません。本当に。いやー、びっくりしましたよ。うん、まあ、ちょっとね、何のことかやら、わかんない方もいるかもしれませんけど。うん、マーカスが、うーわ。え <laughs> え。もう包帯取れたの。うん、そう、包帯取って。あの幹部の、あの絆創膏も取ったの。 今あの、うん、フルスポンジの村上にフルスポンジフルスポンジ,ジの村上っていうのやめてもらっていいですか？<laughs> よそよそしいえよそ,よそよそしい折 <laughs> ったらもうちょっとリセットになっちゃった MC なんおったら <laughs> フルスポンジの村上はテレ,テレビ番組の何 <laughs> MC なんじゃあなんか今丁寧に説明しなきゃな今村けんにあの甘榜見せてるんですけどうーわすごいしょこん絶対もう放てしといてよいやそうなんだけど、うん、でもなんか あの包帯すると足首とか固まっちゃってあんまり治りがよくないんだよ、うん、だから一応包帯は持ってるんだけどいやそうなんいや実はねあの先週、うん、先々週と潤さんにね、うん、あの代わりに来てもらってたんですけどそう、ね、というのもね一馬がその骨をねやったということで、うん、ちょっと折っちゃってね脱臼骨折、えー、でバイク事故いや本当 というふうに聞いててなんですけど結局何だったんですか一応その一応ねまだ聞いてないから<の>本人から。ああえっ、ー、と一応まあ、うん、えー、まあバイク乗ってたら、はい、ゆっくり右に倒れて、うん、それだからバイクをゆっくり右足首に置いた感じ。<laughs> なんか、じゃ、割愛しすぎたのよ、それ多分、もう、あの、骨折ってから、ず、立ち、い、結構、まあまあ、立ってて。い楽屋でいろいろ、聞かれて説明しすぎて。あの、むちゃくちゃ割愛してる。そう、めちゃくちゃ、いや、じゃ、あ言うとね、言ってよ、本当、ちょっと、それはもう、多聞いてる人、意外とだって、そんな知らないでしょ、みんな。本当、バイクで、なんか、ぶつかってみたいな。そうそうそう。だから、村木さん、あの、補足して、俺、ちょっと説明、あれだから、あの。え。なんか、あの。 今やっぱ歌詞スタジオって多いじゃん。はいはい。うん、スタジオで、あの仕事のね。<で>そうそう。うんうん、で、あなんかあの大田区の歌詞スタジオで収録あって、うん、で,、はい、でそそこがなんかあの細い路地に面してたんだけど、そでそこで収録終わって、うん、その細い路地からバイクであの大きい通りに出ようとしたら。 その大きい鳥が片側三お線結構大きい鳥結構大きいですね片側三車線って言そうだから全部で6で俺その細い路地から出る時に一時停止してでそこ右折しようとしたの右折するってことは手前の三車線を横切るとそう横切って右折するとで俺自分の進行方向の車線 の車は来ててないってちゃんと確認したから、うん、でそれで発信したの,、うん、あの本当にマジで5キロ出てるかどうか、うん、もう慎重にゆっくりうん、うん、でそしたらいきなりその、えー、また、えー、横切る3車線の方から車が来たのうん、うん、はいはいはい左側からね、うん、あ右側右側からあ右側か自分の右側からかそう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 、うん、そう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  でただよくよく考えてみたらその時赤信号だったのよはいその大通りのああ<ー>、うん、だからその普通に止まってたの全部車うんうんでも俺あのえっとその車を右目の、うん、もう右隅で捉えてたからうん、うん、すごいスピードだって勘違いちゃったのうん、うん、だから5キロぐらいのスピードをギュってブレーキしてうん、うん、そのまま えっと前輪をこう右にひねっちゃってそのままゆっくり倒れちゃったの右足にだから周りからすると俺だけなの焦ってる動いてるの何にもないとこでみんなあの赤<の>信号で停車して「何してんだあいつ」みたいな、うん、で「ああ!」って言ってて一人で <laughs> でもみんな止まってて、うん、でもうすごい痛くて、うん、でずっとあの。 バイクを右地面とバイクで右足首を挟んじゃってずっと左足でバイクを蹴ってたら「ああ!」ってどかさないとっていうねでもみんな「なっ俺何してんだみたいなだってみんな何も関わってないからそうですよね誰ともぶつかってないしそうそうそしたらちょうど貸しスタジオの管理人さんだけ見ててそれでバーッて走ってきて。 で、大丈夫ですかとかじゃなく。何してるんですか。っあ、そうか。見てたら、とか、何してるんですかに見えたんだ。そう、なんか、その企画してたみたいな、俺が。うん、うん。倒れてみた。そう。何もないとかで、バイク、右足に置いてみた。う、そう。いや、右足に置いてみたみたい。で、何してるんですか。っで、俺その時、もう、あの、悶絶だから。うああ、って言って。で、周りからすると。 あの何してるんですかって聞いてる人と叫んでるそしさけもんすかよりなんか何してるんですわざと感わざとらしい感出るよねそうねなんかあのあのなんて言うんだろう激チックというか激っていうかそ血とかは出てないんですかその出てないあっ出てないんだ本当だからあのゆっくりのっけだからああバチンとかだったら皮膚破けるかもしれないですけどゆっくりめきめきめきってけどでえ救急車ですか それでバイクその管理人さんに起こしてもらってで俺は路肩ほぼ路肩だったから道路出てないからもう腕でんか北前市みたいなみたいので3回ぐらい腕回転させてついてで「あ」って言っててそしたらその時にそのタイミングでプロデューサーさんとか。 あ、そのスタジオで仕事してた時の、え、3、4人が来てくれたの。で、え、ちょ、ちょ、ど、どうしたんですかみたいな。そしたら、その時にたまたま青信号になったの、その大鳥が。だから、車が発信したのよ。で、俺はまぁ、路肩にいたから何にも関係ないの。バイクも路肩にあったし。ただ、その、プロデューサーさんとかからしたら、まさか俺が、一人で、あの、足首に置いたって思ってないから、 ま思わないですよねだって置かないもんね普通普通はさ普通に一人で足首に置かないからねバイクをスタンドじゃん普通はスタンドで立てるじゃん俺がだって置いた時見たことないでしょバイクを俺見た時ないですでしょでそれで車が発進したのそしたらそのスタッフさんはひき逃げだと思ったんだってあなるほどね その時来たから状も分かんないからちょうど止まってる車池田さんとぶつかって止まった車がそそううどっか行ったと思ったんだだから「おいちょっと待てよ!」って「何してんだよ!」ってもうええ迷惑かけんなってでその止まってた車止めてでなんかちょっと口論なっててでも止められた方はだって別にそうなる何にもだから赤信号で止まって左隅でなんか変な 男が「ああ!」って言ってるだけでで「何してるんですか?」っていう人もいてでそれで止められて、うん、でなんかちょっと心になって,てうん、うん、俺その時にあの痛みちょっと引いてきて、うん、でもうそっからもう恥ずかしさがブワって出てきてだからその車止めたスタッフさんにちょっと離れてたんだけど「うんうん、俺一人でこけました!」「<laughs> あのその車関係ないです!うん」って。 でその車行かせて本当に何も関係ないから、うんうん、で後々その車を止めたスタッフさんに聞いたら、うん、そこにあのあのおじいさんとおばあさん乗っててそのあ年配の,ねの、うん、そねご年配の。うん、で今から弟の葬式の準備に行くのになんで目の前であんなもん見せられてあのそんな口調で止められなきゃいけないんだっつってすごい怒られてて。 まああんなもん見せられたっていうなんて分かんないけど何もしてないのにその激飛ばされたわけだからねそれはねそれでもう警察も来て「何があったんですか?」って「車は何がぶつかりましたか?」とかね「いいえ右足首に起きました」「右足首に起きたってどういうことですか?」みたいなとりあえず今日も救急車来て救急車の中で聞くんでつん 救急車乗んかすごいずっと恥ずかしかったんだけどなんかちょっと地味に恥ずかしかったのは救急車の中で「ちょっと熱測ります」って熱測ったのそしたらんかすっごい興奮してて「38度6番」で風邪でもないで何にも「あでもすごい上がるんだすごいのよ」でしかも骨折すると上がるらしいのよそれ行ったら戦うみたいなそれが異様に恥ずかしくてなんか熱くなってんなこれと思って。 そのまま運ばれて、うん、でレントゲン取って、うん、でえー、もうこれ手術ですつって,ってでその日入院<ー>いやだからさ結局だからでも置いただけなのに結構なリスク <laughs> いやそうだってえ結局だって3か月ぐらいかかるんでしょそうだから今も松葉杖で でいえー、松葉杖取れるのが1か月から1か月半で完治が3か月で鉄板とボルトを入れまして、うん、でそれを取るのが1年半後えっ、ー、これすごくない鉄板とボルトって1年半かかってんだってそんなすぐ取っちゃ駄目なんだダメなんだってでしかもあの今骨は、うんえー、ボルトと鉄板に頼りっきりになんって、うん、も<う>ああなるほどね自分の骨はもうそう 今はねだから今これは、うん、え今脱臼骨折って言って、うん、折れてずれたのよはははいはいはい、はい、だからそれを、えー、戻して、うんえっと、骨がくっつくように合わせてそこに添え木で、うんえー、鉄板を入れてるてだからあのこの後も骨折しやすいんだって<え>鉄板とか<ー>鉄板に頼るっだからあーなるほどねそうだからもう今そういう状態 はあ、そ手術はでなんか手術も大変だったんですよえ手,術手術の手術術後もねあ術後大変だったよいやえそうやっぱりわかんないうんいやもうねあのねじゃ俺だから知らないあんまり俺ね骨を取ほんと指をほ、うんとにちょっとちゃんともうなんかえどでもかってマジで親指を少しえ <laughs> そ手の手の,手の <laughs> えそれなんでそれに忍者ごっこしてて 室外機から飛び降りて着地で忍者が着地するみたいな指ついて着地あれやったら俺やった。えでもそれでもすごい痛かったでしょやっぱその時は痛かったですけどでも手術とかではないんでもうね手術はねとりあえずあのまあいろんな手術あっていろんな麻酔の仕方あって全身麻酔ブロック麻酔みたいな。で俺がやったのが脊髄くも膜下麻酔っていって背中の膜下麻酔って言って背中の えー、ところから、うん、打ち込む注射をあの注射を入れてで下半身だけ麻酔かけるみたいなうん、うん、へっていう状態だと、うん、でそれでリキヤさんあの別に、えー、意識上半身だけ意識 あることできますけ「どどうします?」って言って「いや寝かせてください」そのあそっかまあ見てる時とか音とか聞こえるの嫌ですもんね。で点滴で寝てで起きたら病室で病室でさあのもう下半身はしびれてんのよあそっかもう足も動かないなみたいな。んかちょっとあの そおま、股に違和感あって、うん、でパッて見たらそのちんちんに管,股間に、ね、管が入ってて、うん、でそれでそっからあの要は関半が麻酔かかってるから、うん、だから自分でおしっこできないのああなるほどねだからで管を入れてんだ。そ<う>ああなるほど管を入れててあ<ー>であのー、でああもうこんな状態なんだと。 だだんん麻酔切れてくるでそしたら足が痛くなってくんのあやっぱそれはそうですよね手術してるからうわしかもね嫌な痛みなのよなんかねあのつるかつらないかのあれあるじゃんはい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 あれがずっと続いてるえーうわいったつってんじゃないのよはい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 でそれでうわいってと思ってでそこが痛くてえっ 痛みででうわ寝れねえでも眠いのよそうですよねでも寝れねえと思ってやることもその間って何もないでしょ別に何ももう何もできないゲームするでも本読むでもなくあのもう点滴もつながれてるし股間に管もあるしだから下手に動くとんか怖いのよまあねそうしかも下半身は麻酔で動かないしじゃもうただ痛いなと思いながら26時間過ぎてくってそうこれもであの飯もちょうど食えない時間なのよそのあれね あの手術前はないでそれでちょうどそれ重なって<ー>でもうしんどいと思って、うん、でもだんだんちょっとだけ自分の中か足の角度を変えたときに、うん、ちょっと痛くないところを見つけてて、はい、で「ああれここ痛くないんだあ,<ー>あなるほどねここ痛くあ,<ー>あはいはいはいこれまっすぐにするで痛くないんだ」と思ったときに多分「あれ 寝てなかったから眠かったから痛くないとこ見つけた瞬間に多分落ちたのよストンって安心してでした多分パッて目覚めて5分ぐらい立ってであっ寝てたわと思ったらだんだんそのんか股間が痛くなってくるでえと思って痛い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 と思って一回寝たことによってその朝そう朝立ち これあの男性にしかわかんないと思うんですけど朝、うん、立ちしようとしてそれでだから管を、うん、圧迫して尿道でグッって締めつけるのよでうわーってなってうわでそこでうもうこれはあの本当にもう面白い話とかじゃなくあのお母さんとおばあちゃんの顔を思い浮かべて <laughs> それを収めようと思ってそ,うそれで収めて <laughs> <ー>そっからあ俺今 この管抜くまで寝れないんだっててなって、うん、えー、まあ寝たらまたなるからそっからずっと寝てないえっ、ー、じゃあ結局合計で50時間ぐらい中5分ぐらいしか寝てなかったってことえもう5分本当に5分えー、きつーでももうそのナースコール押してもうちょっとごめんなさい管抜いてくださいっつってうん、うん、であの管抜いてもらってえー、めちゃくちゃ怖かった <laughs> うわーすごいな でそれがで術後三日後ぐらいに退院したんでしたっけ？術後の次あの日そうなんだあのマネージャーさんと相談してえともう次の日仕事入ってるんででリハビリの人もえなえなんで次の日なんですか大体一週間ぐらいそうですよねまあ全然いいんですけどでも仕事あるんででわかりましじゃあリハビリ兼ねてリハビリもここまめに来てもらいます。 で今リリハビリ行って行ってて今今日も行ってきたで今だからこの状態でいろいろネタとかやってますもんねそうそうそう、ね、ずっと座ってねでももうだいぶ不便者にはなれましたよねえ今、うん、いやそういやそうでもないよあそうかいややっぱりめちゃくちゃうめ階段登る時とかあまあ移動はね、うん、じゃくてネタとかはあネタとかはね 暗転中に板付きするときには村上の肩借りて形でケンケンしてちゃんと暗転中に耳元で「本当にありがとう」って言ってるからね。しかも単独がねもう間もなく25日でしょにこの和馬の骨折によって今20日うん今撮ってんのがね。で村上も急遽書き換えてるから。だからあの 今完全に俺がずっと舞台上で座ってられるネタ、うん、これは大きな歌詞作っちゃったんじゃないですかいやそうだよこのやっぱりしずる単独といえば、うん、カズマ界純界って,ってその制作者が違う回を毎回交換でやってるけどそ,そ,それのまさかのひ歪みが今回、うん、その13の回にカズマがこの骨折してるわ いやそうむちゃくちゃ大きな歌詞ですよ二人でやってるやつだったらもうしょうがない俺が何か考えればおった分ってなるかそうねうんこれは次の「k a z 会」の時に潤さんが何してももういや文句言えない文句言えないですよね文句言えない。でしかもなんかあのやっぱあのあいつやっぱあの結構あのお酒飲むみたいなのを俺舞台上で結構いじったりするよね。うんうん、それも今はもう全く言えない控えてるね控えてる完全にだってあ女合ってるからね、うん、だって松葉杖であの舞台で出てるん しかも、ね、そのまあ事故とかだったらねちょっとあれだけど、うん、自分で自分で何にもないとこで勝手にバイクを右足に置いたんだもんね。そう右足に置いてだからもう何んとに何してるんですかっていう。ということですからね。いや本当にだからもう今はあのー、でもさこれさ村上ほ本当にさ、うん、こんなことをいや思っちゃいけないのよ。うんうん、思っちゃいけないんだけどね。うん、なんか 単独のネタの上がり遅いなとかって思っちゃうの、ね、よえこの骨が折れてから作り出してんのにそうだよ思っ,思っちょっと思っちゃうの、ね、よ <laughs> でそれでなんかあの今,今だって今来たネタとかも、うん、なんか長えなこれ覚えらんねんじゃねえかとかって、ね、長いってことだって長いのにやるみたいなことにじゅんさん言ってましたよねそう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  <laughs> そ,それも聞いてんだけどもうこれがすっごい自分、ね、でやるとこで最低だよね 昔さだってさあれじゃんあの村けもさ一番最初の1年目のフルスポンジの担当の時にあのなんかネタこう持ってて練習したら渡が切れたじゃん切れた俺が基本的にネタ全部作っててでちょっとね打ち合わせの時に渡もいる作家さんもいる状態でややってなんかジョークでね渡もややりもネタ全然作ってないのに何でその なんかそんな、うん、い気楽でいいよなーみたいなことでいじったら渡りが<は>いや俺だってセリフ覚えるの大変なんだよっていうふうに、ね、そのいやそれはさ <laughs>、うん、いやあのあっ,ったけど <laughs> こっちもあるし,しこっちは書いてるしでも今やもうあセリフ覚えてくれてありがとうっていう気持ちでや,やらせてもらってますあ、まあまあまあねダメ、うん、だ,だよ怪我してその時渡り怪我してはないから別にあそっか、うん ほ<や>、うんださいう,うちょっと<う>まあでももうあと2か月以上かかる、ね、ちょっとやばいんだよね申し訳ないんだよねいやまさか,かカズマは俺骨折らないと思ってたからカズマはねあ結局あなんだ全然人間じゃんと思ってえそういう人の子よびっくりそれだけびっくりしてますで <laughs> あのさえここにさツイッターのキャラみたいのさ、うん、やめてよ <laughs> えでもなんか書いてあってツイッターには リハビリする人が俺の目が怖いって言って、やめて。やめて、あの、実家の板金屋。しかも、あの、それ、それなんか、あの、今リハビリ、やってる人が、あの。ず、すっごいね、一生懸命、こうやってくれたんけど。あの、俺の足見ながら。池田さん。ツイッター、面白いっす。あ、え、マジっすか嬉し。あの、なんか、怪我のこととかも、いろいろ書いてて、で、俺も、その。 ね、いろんな人に迷惑かけたのにツイッターではなんかボケたりしてあいや本当ごめんなさいすみませんっつってあいえ全然はいあのまなんかまあこのこととかも全然書いてあげないといいですかっつってそれであのリハビリのことも書いてでだからでそれをえそれで今二十日だけど今日行ってきたのリハビリでなんかあので俺から書きましたよっていうのもなんか 恥ずいか,か,からうん、うん、だからずっとリハビリ普通に「うん、あっこれ指とか動かしてこうで」みたいな「うん、でこうこうこうで」みたいな「ねうん」うん、うんつってでなんか沈黙ながれて、うん、そしたらその人が「ツイッターすいませんありがとうございます」<laughs> <laughs>「いやいやいやすいません」<laughs> みたいな何 <laughs> かす,すっごいいい人で何かそんなコミュニケーションの取り方もあんだなっんいやもうでももう本当だいいねそういう。 あまあねそれはもう早く直してほしいなというところでございます。そうですはい頑張ります。だもんね。はいはい、これごめんなさい。俺一個だけちょっと緊急になっちゃうんですけど、うん、緊急うん緊急でちょっとチップモノを一個やらせてもらっていいですか？え何？いやこれねごめんなさい。正直本当で言うときチップモノはでこの回週じゃなくて、うん、次の週にやるそこでやればいいじゃんって話なんだけどこれごめんなさい早めにちょっと出しとかないとえ、うん、これやられちゃう。 <え>かもっていうその多分今ちょっと旬の人のモノマネだからこいつ先にやってたよっていう証明を出しときたいのよ<あ>本当に言うとうまあだからこれ証明出るのは水曜だけどもう本当はこの時点でもう昨日ぐらい昨日思いついてる日曜の段階で思いついたやつなんで実はね。 残るものに一応しときたいんでごめんなさいこれで21位ねじゃあうんごめんなさいこれじゃあやるんでちょっと動きあとで写真載せますのでこれ見て誰誰あ誰そう思った人の普通にチークモノマネじゃなくてそのあこの人がモデルになってるんだろうなっていうのを人が分かったら言ってもらっていいですかあ誰誰ですかあっはいはいえっとえヌートバー あ、どうですか ?WBC の ?WBC の、うんえー、日本代表のヌートバー、うんうん。あ、違います。え、何グートパーです。グートパーです。あ、グートパー。<laughs> ーパー <laughs> あ、グートパー, <laughs> グー,とパー <laughs> それいいじゃんこれこれあとで写真載せてきますからあのみんなあのねペッパーミルがペッパーミルの動きをやってる手がグーとパーになってて下がパーで上がグーこれグーとパーでこれこれ緊急でやっとかないともうみんなやられちゃうんで今 WBC 多分来週にはもう終わってるんでそうなんですけど多分ねあのねヌートバーをやってる人はいるかもしれないいやグーとパーやってるでしょグーとパーいないよグーとパーは思いつかないもん結果見る。 結果見るはあの昨日あのクロスバー直撃の鍋さんにいただいたので結果見る、うん、結果見る <laughs> ペッパーミルでて僕昨日やったのよもうネタで、うん、グードバーいきなりやったんだけど, <laughs> どうだうでもペッパーミルって言われた時にあの、うん、そ,そっからペッパーミルの続きなかったからあなるほどねそれでもらったんだ、うん、グードバーはもうむちゃく大好評やっぱりもうやっぱ旬じゃんあそもそもそうねそもそも旬でいやもうそれもうみんなやってるやつやんっていうなんか変な なんうありながらでやっぱグートパーでしたから、うんはい、いやちょっとグートパーはーこれからこれうんいや村木あれあの、うん、えっ TikTok とかでやった俺やってないえやんなきゃすぐよそんなんだってチョコプラの長田とかだったらすぐだよねグーあれグチョパの1ミリはグチョパの1ミリグチョパの1ミリ<う> 1>、うん、三の1ミリじゃなくてグチョパの1000 <laughs> ギリギリにグーとチョキとパー置いとこうハハ <laughs> 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 グチョパの1ミリ。いや限定じゃんけいじゃないだからさ、グーとチョキとパー置いとくってなんなの <laughs> 線ギリギリ、ラインギリギリのとこにグーとチョキとパー置いて、<laughs> グチョパの1ミリ置い,てい,やいやグチョパ。だからもそれも一個古いじゃん、もう。あ,あ、そうか、それ古いか。だからもうグーとパーは、うん、もうやっとこうよ。そうか。あ、グーとパーすごいね。あー。だ だってムラケなんえなんとかなんとかヌートなんとかなんとかバーとかじゃないじゃん。うんうん、ヌートバーがグーとバーだから、うん。これ久々にびっしん来たもんね。<れ>確かにちょっとしびれたねれ。なんでごめんなさい。これ緊急でちょっと緊急でちょっとチップモノまでやらせてもらう、はい。そうですだからえっと正直これ上げるのは二十一ですけど、二十、うんうん、日の時点で取ってます。で思いついたのは十九日です。ですんでこれはあの本当に証拠に残ってるんで。はい。 ほかにグーとパーやる方がいたら,、うん、だから俺が先やってたとか言い,言い,言い出さないでくださいはいあとグチョパの1ミリも <laughs> グチョパの1ミリもねそれはいつなのおお思いついたのはもう昨日です昨日ですグチョ,パのチョパの1ミリも昨日グチョパの、えーはいえあとは、うん、えー、あとは大丈夫ですあと大丈夫ですねもろもろグチョパの1ミリとグパーョパとあとグチョパはミチョパーえー、あパえあグチョパえそうですね <laughs> グチョパは大丈夫グチョパは大丈夫グチョ大丈夫アスリートでアスリートとか食べたいんでああなるほどねはいはい今旬の旬のがねやっぱりそういうだからまあバスケとか出てきてくれるといいねああそうだねああだからそっかあのやっぱスポーツは瞬間スポーツってやっぱその話題その瞬間ですから確かになだから いっその今 nba で活躍されてる方もいる。じゃないですか八村選手とか、渡辺選手ですか。八村塁、とかなんかできたかもね。うん。まだ今でも。あっち向いてほいわ。あっち向いてほい。<laughs> 八村塁 <laughs> 選手。あっち向いてほい。だから、低い、低くやるね、とかですかね、そんな。あっち向いてほい。なんか、全員さ、<laughs> じゃんけんがちょっとやっ。やっぱり、じゃんけんシリーズで。 シリーズね、あっち向いてほい、あっち向いてほい選手とか、ああ、BA で。だって、今もうレイカーズかなんかじゃないのあっち向いてほい選手。あっち向いてほい選手。あんまりスポーツ選手はそれああんまよくないからね。いやいやでもそれは別にバカにしてるとかじゃなくて、しっかり、やっぱグーとパーも、やっぱしっかり、村犬がなんかそのチープモノマルっていうのをやってきたから。そうだよね。 ヌートバーのものまねする人って芸人さんで顔が似てるって言ってやってる人いるけどまだグーとパーの方は多分危ないね怖いねそれと気づかれたら気づかれるんこれでって村は顔似てないじゃんうんそれとは顔似ててなおかつグーとパー合わせたらうん危ない危ないまあでもやってたっていうはい一応はい残しましたすいません早めにねというわけではい以上フルーツポンチ村上でしたしずるん和村でしたありました この番組は「さらば青春の光」オフィシャル y o u t ー b チャンネルを新ステーションにお送りしました。